オムロン株式会社です。こちらでは、現在、ドライバー運転集中度センシングという技術を展示しております。こちらではですね、2020年頃を境にしてですね、各車メーカー様が、自動運転の技術を搭載した車を、販売されようとしております。その中では、高速道路やある限られた環境での自動運転が可能となります。しかしその自動運転を降りてしまうなどするとですね、ドライバーが手動運転しなければならないタイミングが、訪れます。その時に手動運転が、できる状態かどうかというのを、判断する必要がございます。そこでこの、ドライバー運転集中度センシング技術では、メーターの前に置いてあります、赤外線カメラを使って、ドライバーの様子を撮影し、その時のドライバーが運転に集中できている状態かどうかというのを判断し、その人が、に手動運転を託しても大丈夫かということを、推定しております。こちらのようにですね、レベルを3段階に設けておりまして、その運転に戻れるであろう時間をもとにそのレベルを設定してあります。4秒ほどで戻れるものに関しましては、レベル1、4秒から10秒程度で復帰できるものをレベル2、それ以上もしくは復帰できないというものに関しては、レベル3というふうにレベルを推定し、その結果をもとに車を安全な制御をしようとしております。こちらの、ドライバー運転集中度センシング技術を構築するにあたりまして、弊社で、長年、研究開発を進めてまいりました、顔認識センシング、というものがございます。そちらの技術と、今、流行になっている、ディープラーニング技術というものを使いまして、そのドライバーの顔の表情を見ながら、ドライバーの動作の様子を見て、ドライバーが、集中できているかどうかというのを、推定しております。その技術の構築にあたって、いろんなドライバーの方に、試験データを取らせていただいて、いろんなバリエーションの動作を、撮影してデータベースとして保管します。それを、学習することによディープラーニングという技術を使って学習することによりいろいろな人がいろんな動作をした場合にも、適切にレベルが推定できるようになっております。現在、我々が構築した技術におきましては、組み込み可能なレベルの、プログラムとなっておりまして、車載のセンサーとして、販売をしていきたいというふうに考えております。車メーカーさん の, そのシステムの構築の仕方によって、こういう通信をさせて、制御したいであるとかというニーズがございましたら、そのように対応していくことになるかと思います。我々の方では顔認識というものを、20年来、研究を続けておりまして、顔の特徴と、動作、仕草などをですね、つぶさに、確認することが可能となります。その技術と、ディープラーニングを組み合わせることによって、他社にはない、いろんな動作を網羅した、こういうドライバーの集中度のセンシングが可能となっております。こちらがですね、今回、参考出展させていただきました、自動車向けの非接触の脈拍センサーになります。今回、プロトタイプを展示させていただいてますけれども、昨今、ドライバーの体調の急変による事故とかそういったものが社会課題としてありまして、で、我々はそのドライバーの体調管理も含めて、こういった脈拍センサーを自動車の中に搭載して、日頃の運転者の方の健康管理に役立てるということで、今回プロトタイプの方を開発しました。で、こちらの方は電波で、脈拍を検出するものになりまして、電波を照射して、人に当たった電波、返ってきた電波を見て、脈拍を抽出して、脈拍数を出力すると、そういった機能になっています。なるべく人体に近い場所と考えてまして、シートの中ですとか、あとはドアパネルですとか、そういった人の近いところに設置していただいて、脈拍を測定するということを考えています。まずはボディ系みたいなユニットから、警告とかですね、そういったものを促すものから始まって、最終的には自動運転 の, そのこのレベル4の世界に入ってくると、感情推定みたいなところも言われてますので、ADAS、AD 系 の, ユニットとつながっていくというふうに考えています。ヘルスケアの方のですと、無線で の, その、睡眠系ですとかそういったものもやってまして、無線技術というのは従来から我々コア技術としてやってまして、その後技術を活用しまして、今回接触での、脈拍というのも、開発できたというところになります。はい、今はまだ共同開発というところまでは至ってないんですけれども、これから今回 の, ちょっと出展も機にですね、いろいろとちょっと OEM さんともお話をさせていただきたいなというふうに考えています。
まだ世の中にはこういったセンサーはまだ搭載されていないので、まあ、なるべく早くからですね、まあ、こういったものを商談機会をですね、まあ、これからちょっと狙っていきたいなというふうに思います。はい。ステアリングの強度ですとか、そういった既存のセンサーを使っての間接的な制御なんですね。まあ、ふらついた時に、車側から大丈夫ですかっていう警告を出して、それに応えなかった場合に、まあ、緊急停止するというシステムなんですけども、こちらの場合は、まあ、どちらかというとアクティブにドライバーの状態を見に行って、体調に異常があったとした場合に、まあ、緊急退避ですとか緊急停止できるような、まあ、そういったもののセンサーになるかなというふうに考えています。カメラを使ったもので外観を捉えるのと、あとはまあ内面ですね。内面もドライバーにその異常があるのかとか、そういったものをまあ内面と外面を見て総合的にまあドライバーの状態を判断して、車がまあそれに合わせて制御をかけるというのが、まあ今後の流れなのかなというふうに我々捉えています。